輝かしい令和6年の幕開けとともに、本日ここに第60回読谷村二十歳の集いを挙行するにあたり、二十歳を迎えられた皆様方に心からのお喜びとお祝いを申し上げます。本日の二十歳の集いには、大人になったことを自覚し、自ら信仰とする青年を祝い励ますという大きな目的がございます。これまで皆様方を愛情いっぱいに育まれてきたご両親、そしてご家族、ご親族の方々にとりましても、喜びの喜びもひとしおのことであり、本日の皆様の晴れ姿を誇らしく感じていることと存じます。皆様は社会に対して大きな義務と責任を背負うこととなる一人の社会人となりました。より良い社会を創造する担い手として活躍されることが期待されます。成人としての自覚と使命感をしっかり持って、これからの人生を歩んでいっていただきたいと思います。このめでたい式にあたり、私が一つ皆様にお願いしたいことがあります。それは、これまでお世話になってきた方々に対する感謝の気持ちをいつまでも忘れないでいてほしいということです。皆様はこれまで多くの方々に支えられ成長してきたと思います。一人一人が置かれた立場や環境は違っても、両親や家族、友人、学校の先生や地域の方々といったさまざまな人たちとの関わりの中で成長し、今日この日を迎えられたことと思います。このような方々への感謝の気持ちを抱きながら、そしてそれに応えようと努力していくことによって、これから直面するであろう困難な状況を克服していくことができると私は思っております。結びに、本日二十歳の集いを迎えた仲間たちとともに、希望に輝く未来に向けて歩き出す皆様に祝福の拍手を送るとともに、今後のさまざまな方面における活躍を期待して、私のお祝いの言葉といたします。令和6年1月7日、読谷村長、市民連日、本日は本当におめでとうございます。成人を迎えた私たちの門出に対し、このような盛大な式典を催していただきまして、本当にありがとうございます。式辞をいただきました石峰村長、祝辞をいただきました伊波議長をはじめ、ご来賓の皆様に対し、新成人を代表して、これより感謝申し上げます。また、今の私たちはそれぞれ違う道を歩み、環境が常に変化する中で生きています。これからは手を取り合い、変化に対応して生きていくだけではなく、情報を正しく判断し、活用しつつ、AI と共存する未来が待っています。AI にはないそれぞれの持つ能力の向上を目指し、社会に貢献できるよう邁進してまいります。私は那覇地区の高校に進学し、高校生活を過ごしてきました。読谷村を離れて生活することで、自然豊かで昔ながらの伝統が守り受け継がれる読谷村、地域の人が温かい読谷村、そして私の大好きな人たちがたくさんいる読谷村を恋しく、そして誇らしく思うようになりました。私たちの中には学生として勉学に励む者や、社会人として仕事に勤める者、そして家庭を持ち家族を養う者など、立場はさまざまですが、一人一人が自分の夢というさまざまな色の花を咲かせるために全力を尽くし向き合っている最中です。自分の夢の花を一人一人が咲かせることができるまで、伊波冬の教えのように自分自身の努力を怠ることなく走り続けていきます。私たちは二十歳という節目を迎え、大人という看板を背負うことになりました。決していいことばかりではないと思いますが、次の扉を開くともっと大きな
自分に出会えると信じて新成人らしく努めていきたいと思います。最後になりますが、今日まで一緒に活動してきた二十歳の集い実行委員会のメンバー、本式展開祭を支えてくださった全ての皆様にこの場を借りて改めて御礼申し上げます。人生の節目として私たちは今日この日を迎えましたが、まだまだ社会人としては未熟です。これからも温かくご指導いただけますようにお願い申し上げ、新成人代表挨拶といたします。新成人代表、山城桃香、徳永ひろみ。フルゲン中学校出身、日賀美月です。フルゲン中学校出身、前田しおりです。同じくフルゲン中学校出身の島袋愛子です。天気も良くて20歳の集いに参加できてとても嬉しい気持ちでいっぱいです。成人式ができて嬉しいです。早起きした甲斐がありましたまだ実感湧いてないんですけど、とても嬉しいです。20歳に限らず、今まで支えてくださった両親もそうなんですけど、家族とかあとは友達とかも本当に今までなんでしょうね、今までありがとうっていうことと、またこれからもまたちょっとお世話になるかもしれないので、その時はまたよろしくお願いしたいです。20歳まで育ててくれた両親と学校の先生と友達に感謝の気持ちがいっぱいです。今まで両親に散々迷惑をかけてきたので、これからは恩返しできるように頑張りたいです。これから医療従事者としてなんですけど、目配り気配り心配りができるような、そんな大人になりたいです。親孝行できる娘になれるよう頑張りますまずは大学卒業できるように頑張ります。伊波琴美です。フルゲン中学校出身です。読谷中学校出身の木原咲です。読谷中学校出身の小梅瀬イラです。まずはですね、20歳を迎えた皆さん、おめでとうございます。ありがとうございます。まだ実感がないです。あ、以上です久しぶりにみんなと会えて最高です。なんかまだ自覚はないんですけど、これから自覚を持って頑張りたいなって思います。産んでくれた両親に感謝です。支えてくれた周りの方々に感謝してます。これまで関わってきてくれた方々に感謝したいと思います。将来の夢は小学校教員で、今年の目標は痩せることとお金を貯めることです。将来の目標は中学校の体育教師になることです。夢に向かって頑張ります。将来の目標は中学校の国語の教師になることです。おめでとうございます。ありがとうございました。読谷高校上層部です。読谷中学校の千葉慶太です。青春したいですね。はい、お金貯めたいです。読谷が一番。